白坂慎太郎です。今回は豊かさとは何かということをですね、学んでいきたいと思います。で、まあ、もちろんですね、一人の個人的な主観っていうよりはですね、まあ、学問では、豊かさっていうのをどういうふうに定義しているのか、特に経済学では豊かさっていうのをどういうふうに定義しているのかっていうことについてですね、まあ、学びを深めていきたいなと思います。で、結論から言うと、経済学では豊かさっていうのは多様性というふうに、まあ、考えているんですね。だから多様性があれば、まあ、それはそれだけ豊かであるというふうに言ってるわけです。で、まあ、逆の言い方をすると、まあ、多様性がない。まあ、すごくね、単調ということであると、それは、まあ、豊かではないというふうに定義してるんですね。なので、まあ、豊かさっていうのは多様性であるということです。で、これはどういうことなのかっていうことなんですけれども、まあ、簡単に言えば、例えば、まあ、物っていうのが一番ね、目に見えるもので分かりやすいと思うんですけど、まあ、たくさんいろんな種類のいろんなものを、まあ、持っていたら、それは豊かであるというふうに言うわけですよね。もういろんな種類のいろんなものをたくさん持っていたら、少なくてもそれは物という意味では豊かであるということですよね。逆に、まあね、ほとんど何も持ってないということであれば、まあ、例えば物っていう観点で言えば豊かではないというふうに言うわけですよね。もしくは、例えば人間関係ということで言ったときに、まあね、いろんな年代、いろんな人種、いろんな、まあもちろん男性女性、ですね、まあいろんな人とのお付き合いがあれば、まあそれは豊かな人間関係ということですよね。まあそれこそ老若男女、ね、国籍、人種、民族信条ですね、ね、性別、問わず、まあいろんな人とのね、お付き合いというのがあれば、まあそれは豊かな人間関係ということになるわけですよね。まあ、逆にあまり人間関係にお付き合いがないということであれば、少なくても人間関係という視点でいけば豊かではないということですよね。もしくは体験というのもありますよね。体験、何々をしたことがあると、言った時に、ね、いろんな体験を、したことがあるということであれば、それは豊かな体験っていうことになりますよね。まあ、豊かな人生という言い方をしてもいいかもしれません。逆に、ね、あまりね、いろんな種類のことはやったことがないと、ね、すごくこう数少ない限られたことしかやってないということでいけば、少なくても体験としてはそれはあまり豊かな体験ではないと、ね、体験に豊かさがないということになるわけです。ですから、まあ経済学の場合はその豊かさっていうのを多様性っていうので、まあ考えているということです。多様性があればあるだけそれだけ豊かということですよね。で、まあ経済学っていうのが、まあ追求しているのは、人はどうすればその豊かな人生を歩むことができるのかっていうのが、まあ経済学が、まあ追求している一つの大きなテーマなんですよね。人はどうすれば豊かな人生を歩むことができるのか。で、豊かな人生っていうのは、いわゆる多様性のある人生ということなので、まあ、例えば体験ということで言うならば、生きている間にどれだけ多様な体験をすることができるか、ということですよね。で、そのためには、まあ、大きくは2つの考え方があると思います。まあ、生きている間にどれだけ多様な体験をすることができるかということを考えると、大きくは2つの、視点があると思うんですね。1つは、ね、生きている寿命をどんどん長くしていく、ということですよね。まあ、人生60年ではなくて人生70年、人生70年ではなくて人生80年、人生80年ではなくて人生90年、人生90年ではなくて人生100年というふうに、まあ、寿命が伸びていけばいくだけ、まあ、生きてる時間の長さが長くなるわけですから、それだけ、まあ、いろんな体験をすることができる、まあ、物理的な時間っていうのが伸びますよね。ってなると、まあ、豊かな人生になっていきやすいということで、まあ、一つはその寿命を伸ばすという考え方があります。ね、でこれはどちらかというと、ね、まあ、経済学で なんか、解決できることっていうのはあまりない。どっちかっていったらこう医学っていう感じですよね。まあ、医療技術の発達とかね、もしくはその、健康学とか栄養学とかね、なんかそっちの方に、なっていきそうですよね。ね、その、食生活を改善するとか、いざ病気になった時
に、ね、その治療で治すとか、まあ、そういう、ね、なんか栄養学とか医学とか、ね、まあ、そういった方向に、まあ、なっていきそうということになります。もちろん長く、人生を長く生きれば生きるだけ豊かな人生になる物理的な可能性、時間の長さという意味での物理的な可能性はもちろん広がるということですよね。でもう一つは、まあ、仮に寿命の長さが、まあ、一定だとします、まあ、人生80年なら80年、まあ、90年なら90年、まあ、何年でもいいんですけれども、まあ、仮に、ね、一つの人生の長さっていうのがある程度こうね、固定で、まあ、決まってるとしたならば、まあ、もう一つの考え方っていうのは、じゃあ時間あたりの効率を上げるということですよね。まあ、例えば今までだったら2時間かかってたものをどうやったら1時間でできるかということですよね。今まで1時間かかってたものをどうやったら30分でできるか、30分かかってたものをどうやったら15分でできるかっていう考え方があります。でそうすると、例えばまあ寿命が80歳っていうので、まあもしですね仮定したならば、ね、同じ80年だったとしても、ね、昔はすっごい時間がかかってたものをどん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 ね、一つ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 が短くで終わるようになれば、結果的にはその人っていうのは、まあ、人生の間でですね、まあ、いろんな体験をすることができる、すなわち多様な体験をすることができるので、まあ、豊かな人生になるということですよね。だから経済学っていうのが考えているのはこの後者の方ですよね。長い時間かかってたものをいかに短い時間でやるか、いかにこう効率よくやるか、いかに生産性を上げるか、時間あたりの生産性っていうのを上げるか、ということを、まあね、追求している学問という言い方もできると思います、ね、この経済学の考え方っていうのが、まあね、例えば実際は科学技術の発展っていうのにつながって、ね、まあ、例えば昔だったらですよ、専業主婦っていうね、人っていうのは、まあ、めちゃくちゃ忙しかったわけですよね。もうめちゃくちゃ忙しかった、わけですよ。もう本当に家事、育児っていうのは、まあ、重労働中の重労働。もちろん今でもね、家事、育児っていうのは大変なんですけれども、ね、本当にそれこそ100年前の、ね、家事、育児とか、ね、70年前の家事、育児と比べれば、もうね、格段に、まあね、負担は軽くなってきてる、わけですよね。まあ、具体的に言えば、例えば冷蔵庫とか洗濯機とか電子レンジとか、ね、もしくは掃除機ですよね。まあ、こういったものっていうのが、まあ、はっきり言ったらこう効率を上げてるわけですよね。まあ、洗濯機がなかったら洗濯っていうのは手洗いだったとか、いうことですよね。炊飯器がなかったら米はね、トイレ、作っていたとか、炊いていたとか。ね、そう、掃除機がなかったら例えばほうきではわくとか、まあ、そういったことっていうのを当たり前にやっていたわけで、もうだからもうね、家事と育児だけで本当にもう朝起きて家事育児してもう夜ね、体力の限界で疲れ果てて寝て終わり、ね、でまた次の日も起きたらね、家事育児朝昼晩3食準備して、ね、洗濯して、っていうので、ね、もうそれで1日終わりと、いうことですよね。まあ、そうすると、まあ、はっきり言ったらね、じゃあその、一人の人の人生っていうのは、いや私の人生っていうのはもう家事と育児で終わりでしたと、ね、だから家事育児っていう人生体験だけだったっていうことになるわけですよね。なんですけれども、じゃあそこで例えば一つ一つですよね。で例えばご飯を作るって言った時も、いや今、炊飯器がありますよねとか、電子レンジがありますよねとか、ね、もしくはその冷蔵庫があって冷凍食品とかっていうのをまあね、使うっていうこともできますよねというようなことが出てくると、まあ、昔のそれこそ100年前とか70年前の、ね、専業主婦の方に比べれば圧倒的に一つ一つっていうのが、まあ、時間短縮しやすくなりますよね。今は例えばお掃除とかって言ってもね、もちろんほうきでね、はわいて、吐いて、掃除をするということも物理的には可能ですけれども、もう掃除機を使うとか、今はね、お掃除ロボットなんていうのも、いたりして、ね、もうただ電源入れてね、時間、の、ね、間その部屋の中でロボットを動かしておけばもうね一部屋、掃除が勝手に終わるというようなこともあったりしますよね。まあ、そうやって昔だったら例えば3時間かかってたものを2時間に、2時間かかってたものを1時間に、1時間かかってたものを30分にっていうふうにどん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 短縮していくことができれば、まあ、その人っていうのはある意味ね、時間の余裕っていうのがまあできるわけですよね。時間に余りが出てくるわけです。で余った時間を今までとは
違うことに使っていくっていうことで、多様性っていうのが出てくるということですよね。昔の人に比べて今の人の方が、まあ、多様な生き方、多様な人生体験っていうのを、まあ、しやすい、どん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 しやすい環境になっていってるということです。でこれはもちろんね、経済学っていうのは、まあ、お金の学問っていう言い方もできるので、お金に関しても全く同じ考え方なんですよね。じゃあなんでお金があった方が、ね、いいのか、豊かな生活になりやすいのかとっていうのを考えたときに、まあ、お金っていうのはそのね、豊かさっていうのをまあ作りやすいということです。で、まあ、例えばね、もともとお金がなかったときっていうのは、まあ、物々交換だったわけで、ね、その物々交換の前っていうのは、本当にその人が、例えば米作りをして、お米を作って、お米を食べて、で、生きると。まあ、そういう生活だったわけですよね。だ例えば、自分たちとか、自分とか、自分の家族っていうのが生きないといけないので、ね、お米を作りますと。ね、でお米作ってお米食べて、でお米作ってお米食べて、お米作ってお米食べてっていうのを、まあね、今から考えると、まあ、ものすごく、まあ、単調な、まあ、人生っていうのをね、今から2000年前とかっていうのは、まあ、当たり前にやっていたわけですよね。まあ、ところがね、そのお米に関しての生産技術っていうのが上がりました。まあ、つまり効率が良くなったと、生産効率が良くなったとしたときに、ね、自分たちの、ね、家族では、ね、食べきれないぐらい余った お米っていうのを作れるようになったわけですよね。お米に関して余りっていうのを作ることができるようになったわけです、ね。じゃあもう自分はお腹いっぱい食べれる、自分の家族もお米に関しては お腹いっぱい食べれると。でも毎日毎日朝昼晩米米米、次の日も朝昼晩米米米、その次も米米米っていうのは、まあ、いわゆる多様性がないわけですよね。まあ、生きることはできるかもしれないけど、多様性がない、つまり豊かさがないということになるわけです。だから余ってる米を交換するっていうことを考えたわけですね。自分たちはお米作ったんだけど、これ余ってますと、余ってるんで、ね、何かと交換できないかっていう考え方になったわけですよね。だから結局その米っていうのが余ってるんで、じゃあ、余ってる米を肉と変えようと。そしたら今までは米しか食べてなかったのに、米と肉と両方食べれるようになるわけですよね。多様性が出てくるわけです。ね、魚と交換してもらおうと。そしたら お米、そしてお肉、お魚っていうふうに、まあ、食べれる量が、食べれる種類が増えるんで、まあ、多様性が出ますよね。それで、まあ、豊かになっていくと。いや、野菜と交換してもらおうっていうことで、お米、ね、肉、魚、野菜、ね、果物と交換してもらおう。お米、ね、肉、魚、野菜、果物みたいな感じで、どん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 多様性が出てきたわけですよね。多様性が出てきて豊かさ、まあ、食生活っていうことに関しては、どん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 人類っていうのは、まあ、豊かになっていったということです。で、大元っていうのは、まあ、結局その余った、ね、自分たちが食べる量以上のお米っていうのを、ね、生産効率を上げることによって、ね、たくさん、まあ、その少ない人手でたくさんお米を作れるようになったり、投入時間の短さの割にはたくさんお米を作れるようになったんで、結果的にはそれでたくさん余ってる、たくさん余ってるってことはたくさん交換することができるということですよね。だから結果的にはね、そうやってどん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 人類っていうのはね、多様性を増やしていって豊かさを拡大していったということです。でそれがね、お米とお魚とか、お米と肉とか、お米と野菜っていう、ね、物々交換よりも一回何か、ね、お金っていう形に変えた方が、まあ、交換に便利だとか保存に便利だということで、まあ、お金っていうのを、まあ、仲介にするようにしたわけですよね。一回お米をお金に変えといて、でお金を肉に変える、魚に変える、野菜に変えるというふうにしていったということです。ってことはね、結局じゃあお金って、ね、なんでたくさん、ね、あればあっただけいいのっていうことに、ね、言えば、まあ、結果から言うと、たくさんのものと交換することができるからっていうことですよね。もし自分たちの生活で、ね、もうカツカツで、ね、自分たちの生活以外に全く余裕、お金の余裕がないってことは、まあ、お金でですね、まあ、交換することができる機会っていうのが、まあ、少ないってことになりますよね。ね、もちろんそれでも生きるってことは全然支障がないわけですけれども、余ってるお金が多ければそれだけたくさんのものと交換することができる、交換することができればそれだけ多様性が出る、すなわち豊かになるということですよね。だからやっぱり生産効率を上げて、ね、そしてお金の余裕、お金の余りというのをたくさんたくさんこう作っていった方が、まあ、同じ80年同じ90年同じ100年の人生の中でも、ね、豊かな人生にしていきやすくなると
ということですよね。だからいろんな種類のいろんなジャンルのものを、まあ、例えば持とうと思ったら持つということができるようになるし、ね、もしいろんな人と、ね、お付き合いしようと思ったら、ね、知り合って出会って、ね、お付き合いしようと思ったらやっぱ時間に余りがある余裕がたくさんあった方が結果的には豊かな人間関係を築いていきやすいし、もしくはお金に余裕があった方が、まあ、いろんな場所ですよね、まあ、日本全国とか全世界とかって言ったところに、まあ、行きやすくなりますよね、まあ、それだけこう移動場所住む場所時間を共有する場所 で、ね、種類が出てくる多様性が出てくるとそれだけ豊かな人生になりやすいということですよね。あとは体験っていう意味で言ったら、ね、まあ、いろんなことを実際にやるだけのお金の余裕とかお金の余りもしくは時間の余裕時間の余りっていうのが出てくれば同じ80年同じ90年同じ100年の人生だったとしても、まあ、いろんな体験をできた分、ね、豊かな、ね、時間豊かな人生になりやすいということです。だから結局豊かさっていうのは一言で言うと多様性ということになります。どれだけの種類のものを持ってますかと、ね、どれだけの種類の、まあ、人との、ね、つながりがありますかと、どれだけの種類の、ね、例えば人生体験をしたことがありますかと。そこのね、一つ一つの基準に対して多様性があればあるだけ、それはすなわち豊かであるというふうになるわけですね。まあ、経済学ではそういうふうに考えているということです。だから人がどうやったら豊かな人生を歩めるかっていうのは、人はどれだけ多様な人生体験をすることができるかということになり、人生体験を豊かにしていく、人生体験に多様性を出すためには、それだけ時間とお金に、まあ、余りっていうか余裕が、あった方が、実際こう、実現することができるということですよね。だったらその余り、時間の余りとかお金の余りっていうのはどうやって作っていくかっていった時に、まあ、生産性を上げるという話になってくるわけです。より少ない人数で、できるようになるとか、より短い時間でできるようになる、ね、より少ない人数でできるようになったり、より、ね、短い時間でできるようになれば、ね、以前よりも余りが出やすい、余裕が出やすいので、その出た余裕の中で、ね、多様性を増やし、そして人生体験を豊かにしていくと、豊かな人生を実現していくと、そのための生産性を上げる効率よく、ね、効率を追求するっていうのが経済学であり、ね、その経済学っていうのが貢献しているのが、まあ、例えば科学技術の進展を通じた結局生産効率の向上、豊かさの向上というふうになるというお話です。以上です。今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。